何ですかこれは。サンディさん、はい、最近の YouTube についてどう思いますか。最近の YouTube、 はい、芸能人の人とか有名人の人とかって盛り上がってていいんじゃないですか。何に急にカメラ。そうなんです。そうなんですか。どうなんです。バンナケチャンネルに足りないのは、はい、美しさなんです。美しさ、うん、これ噛み合ってます話。容姿の整った人たちがたくさん YouTube を始めているんですよ。いやまあ確かにね、芸能人っていうとアイドルの人とか俳優さんとかモデルさんとか、はい、このチャンネルの顔はあなたなんです。まあまあ、うんちゃん顔出してないですからね。ちょっと小汚いじゃないですか。いやまあ美しい必要はあるかもしれない。確かに生き残っていくためにはYouTube で。そういうこと。そういうこと。なので私が美しくしてあげます。私今ちょっと棚作ってたんですけど、この後でいいんですね。そうですか。これを着てもらっていいですかね。あとこれ、これを着ればいいんですか。はい、わかりました、着ます。タリラリラチュードンチンテケテケチンタチン。なんでしょう、これは。こわゴリラですね。これはですね、はい、ハーフ級モデル美女 YouTuber に私が変身させてあげようと思いまして。これはじゃあローラーさんっていうことですね。私がフォトショップが得意なんで、はい、広いローブを着た化け物を美少女にできると思うんですよ。それでうまくいったら、はい、チャンネルのアイコンとかヘッダーとかも変えて視聴者を獲得しようと思ってます。わかりました。まあ僕自身が美しくなったとは言い難いですけれども、それで視聴者が獲得できるならやりましょう。やりますか。はい、じゃあ撮影しましょう。はい、やばいなそれ。ちょっと顎引いてください。そう、いきますよ。洗ってください。バオあバオ。写真撮れました。なのでフォトショップで加工していきたいと思います。今回はこの MSI の最新ゲーミングノート PC GF65C で加工していきます。かっこいいっすねこれ。かっこいいですよ。なんかここが赤で光ってて、後ろがすげえかっこいいね。あと軽い、薄い、超薄い。じゃあやっていきましょう。まず肌をきれいにしていきます。肌をきれいにしているのに使ってるツールはぼかしツールがメインです。あと指先ツールとかパッチツールも使ってます。シミをなくす作業が一番大変でした。剛毛なんでね。今度は体毛をツルツルにしていきますが、毛が見たくない人は20秒ぐらい先に進んでください。このツルツルにする作業もだいたいぼかしツールを使ってやっています。次は体を歪ませて細くしていきます。これは歪みツールで一気に曲げていきます。後からもう少し修正するとして、一旦このまま修正を進めていきます。眉毛の色を髪色と合わせていきます。次は涙袋を作ります。これは指先ツールとオーバーレイを使って作っています。次は目の色を変えていきます。
口元がどうしてもうまくいかなかったので別の人の口を移植することにしました。なんか気持ち悪いですね。これは後から修正するとして、顎とか鼻とかがおかしいのでもうちょっと修正します。今回は背景も合成するので人物を切り抜きます。それじゃあ背景を合成していきます。ちょっと殺風景に見えたので花びらとかバラとかを置いてちょっとゴージャスに合成していきます。読みましたよ。できました。できた。できましたよ。2時間かかりました。美しくなったんですね。美しくなったとは思いますよ。よっしゃ、じゃあちょっと見せてもらおうかな。頑張ったんですよ私。こんな手ごわい強敵初めてですね。手ごわかった。手ごわいですね。退治した。退治しましたよ。あ、これはあれですか。まだ加工前も俺初めて見るんだけど。じゃあね、一番上のレイヤーを表示させてもらっていいですか。じゃあ見ます。はい。ほっ、どう？場所が違う。なんか俺っぽさが残ってる気がする。そうですよ、本物を残すのがプロの仕事ですから。なんか途中とかみたいな、すごいよ。途中あるよ。あ、あ、めっちゃ顔でかくないそれ。気持ち悪い。怖っ。何これ。ヒゲをなくしたらそんなになったんだよ。化け物退治大変でした。お疲れ様でした。はい、でも優秀なパソコンだったんで、はい、画面録画しててもサクサク編集ができました。よかったです。はい、これ何ですか。これはお借りしたやつですね。お借りしたやつですね。これでやってたんですね。はい、はい、じゃあ万能鏡は美しくなったんですね。美しくなりました。終わった。これでチャンネルも盛り上がることでしょう。イエーイ。はい、というわけで今回うんちゃんが画像加工に使ってたこの PC 気になりますよね。 MSI の最新ゲーミングノート PC GF65 Shin というモデルでございます。うんちゃんに代わってね、僕がちょっと紹介していきたいと思うんですけれども、スペックはこちらの通りでございます。 CPU は第10世代 Core i7 が入ってございます。最新でございます。グラボは GeForce RTX 2060が入ってございます。こちらも最新ですね。そしてディスプレイ、こちらゲーム映像を滑らかに表示することができるリフレッシュレート 120Hz の液晶パネルが入っております。そして何より重いイメージあるじゃないですか、ゲーミングって。これも見た目こんだけかっこいいんでね、重いのかなと思ったらめちゃめちゃ軽い、そして薄いんです。この GF65 Shin は GeForce RTX 2060 のグラボを積んだパソコンの中で最も軽いパソコンだそうです。ゲームはもちろん動画編集や画像編集にも使うことができる軽くて薄いこのゲーミングノート PC、 うんちゃん、はい、実際使ってみてどうでしたか。薄くて結構軽くて画面も大きいので快適に作業ができました。スペックにも余裕を感じましたよ。はい、スペックですよ、すごく。はい、スペックを感じましたよ、うん、こちらの PC 販売店にもよるんですが税込み177,800円ぐらいです。ゲーミングノート PC ってすごい僕高いイメージがあったんで、あ、そんなもんなんだみたいな。20万オーバーですよね。ね、そういうイメージだよね、うん、
はい、というわけで今回の万能鏡は以上でございます。モデル系ハーフビジョンに生まれ変わりました。ハーフかちょっとわからない。まあでもハーフっぽいよ。鼻高くしてあるし金髪だし、とっても面白い。面白いっていうかまあ可愛いんだけどこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録もお願いします。このゲーミングノート PC、気になった方は概要欄に URL がありますので、そちらから詳細ご覧くださいませ。今回のコメントテーマはバンディにフォトショップで変身してほしいキャラクター人物、ぜひコメントしてみてください。うんちゃんがねまたやってくれると思うんでやりましょうありがとうございます。それでは皆さんいってらっしゃい。